はい、明日12日土曜日の天気予報です。明日はずっと、晴れになっています。夕方から曇りです。で風は、北東から、だんだん昼過ぎぐらいに変わってきて南西、西と変わっていきます。風速自体2メーターから4メーターなので、あまり風は吹かない予報になっています。こちら天気図です。高気圧が真上にあります。明日はまあ大丈夫です。波も出る予報です。はい、東川からの波なので、串本の東川は波が少し出るかなというところです。はい、明日の波予測です。白浜は波 1.2m、 波周期も2秒なので、うねりもなく、波もなくいい天気になりそうです。引きからは、波周期が11秒となっていますが、波自体 1.3m、4m なので、この波周期は気にならない、かなというところです。すさみも、11秒という波周期ですが、波自体弱いので、あまり波は出ないかなというところです。串本はちょっと 1.7 メーターになっているので、東川メインに少しちょっと波が 出るかなという予報になっています。